けど、うん、いや今はい、これがあのヘッドライトの、あのこれがあの向きとかを見てるんですけど、はい、向きとこれが明るさ、38、はい、これが左側の明るさなんですけど、はい、でこれも右側ちょっと、あの、そこに行って。で若干こっちの方が明るさ的にはさっきより数字が上なんで、あ、そうなんですか。明るさ的には明るいっていうふうに問題ないの、はい、まあ、ただあのこれ赤い数字で、あの普通にこれあの全部合格になると緑になるんですよ、はい、で明るさがちょっと足らない感じなんですよ。あ、足らない、はい、でこれ何が原因かというと、はい、ヘッドライト自体もちょっとレンズに曇りが若干あるのと分かりますと、はいはい、分かります。あの、はい、フリッカーのとこの中のあれも変えたらいいんですか、はい、丸側の先ほどの時前回変えたと思うんですけど、はい、あ、そうか、この中のリフレクターという光反射するところがちょっと劣化しちゃってて、はい、うまく反射できてないのかなっていう、あ、なんかね、あの、平成22年から家族として迎え入れたフリード、お別れが近いかもしれない悲しい思いです。で、昨日たまたまね、あの、まあ、壁に照らしてみてどうこうっていうと、あ、もしかしたら あるかもしれないですね。あ、そうですか。いや、これってクロスして、こういう光がクロスして、ある程度、はい、向きが決まってるんですけど、はいはい、なんでクロスすることは左も保てられる。シルバーの部分が劣化しているっていう、これが磨きさんのところじゃなくて、こうあるところ磨いてるのを磨けるんですけど、やっぱあのここってあの紫外線に当たるとやっぱ曇りとかすぐ出ちゃうんですよ。あ、そうなんだ。ブルーの色してるのは普通の電球じゃないの？違う？こっちは？でもハロウィンの感じで。こっち LED か、うん、でもなんか同じような色してるけど、そんなことないの。だからあれは要するに、うん、12ボルトから3万ボルトに上げてんだよ、うん、言ってたボルト数上げてんだっす、うん、だけどそれがここについてんだもんね、うん、難しいな。でそれがこの12ボルトから3万ボルトぐらいに上げるんだよ、うん、電気を、うん、でそれを今度こっち持ってくるときに変換して、うん、ワット数っていうのがついてるんだよ、うん、普通の電気なのに、うん、ハロウィンっていうのは56ワットなんだよ、うん、で、いろいろっていうのは、うん、それが作るのは20ワットぐらいのワット数です、うん、電気食わないから、よく入れてやって、かけようと思うんで、うん、ワットしたワット数っていうのがいいんです、うん。